ですね、例のジャニーズ事務所の問題、昨日からですね、ジャニー事務所の社長のですね、女性、僕らも一つ年上の人ですけどね、あの人、ジャニーズ事務所では珍しく女性でデビューしてる人なんですけどね、ちょっと名前と忘れちゃったぐらい有名じゃないんですけど、やっとね、ジャニーズ事務所がこれを認めてですね、今、テレビ局も、ジャニーズ事務所が認めた以上は、ここテレビもですね、民放各局もやっとやりだしました。で、そのこのジャニーズの、ジャニー喜多川のによるですね、少年に対する、性的な犯罪についてですね、口火を切ったのは、まさにカウアン岡本君なんですよ。で、これを去年の11月に取材したのがガーシーですよね。で、3月に私がインタビューロングインタビューさせていただいて、4月の20日に、NHK の政見放送で流したと。そうするとこれがやっとですね、カウアン君が特に頑張ってくれたこともあって、ネット上から火がついて、やっと今テレビが報道するようになったと。で、そんなさなかですね、なんと立憲民主党が明日12時から性被害、児童虐待国対ヒアリングということで、衆議院の本会議の第4控室でですね、これカウアン岡本さんと橋田康さんかな、橋田さんっていう方は2人を呼んでですね、ヒアリングをして法律的な課題の整理をするというような話が来てまして、で、今ちょっとガーシーからもですね、連絡が入って、もちろん同席するのが法務省と警察庁、そして子ども家庭庁ということでですね、マスコミフルオープンで、インターネットによるライブ配信や録画配信はご遠慮くださいということで、立憲民主党いい加減にしないやめてください、それはもう。あのね、あなたたち全くここまで何にもしてなかったでしょう。急にテレビがやりだしたからって、カウアン君を独占するようなことやめてください。こういう時は、ちゃんと国会全体で聞きましょうよ。別に NHK 党がこれカウアン君の政見放送を流した、4月の20日に流した、 NHK 党として何か手柄を主張するとか、そういうつもりはないです。もちろんできるだけ多くの国会議員や世間の人に、カウアン君もこの被害者のね、カウアン君も、橋田さんもですね、知ってほしいっていうのはいいんでしょうけど、こう別に法務省が同席するんだったら、法務委員会とか警察が同席するんだったらいいじゃないですか、あの総務委員会で。というか、全ての国会議員が出席できるところでやらないと、もう立憲民主党のヒアリングなんか受けたら、これもう本当今最悪ですよ。もちろんね、今カウアン君にも LINE をしてですね、ちょっと考えますって返事をもらってますが、これはさすがにやめといた方がいいです。もうだって立憲民主党と組んだら、もう政治的な色がめちゃめちゃ出るじゃないですか。ね、最近で言えば森友学園も、これも立憲民主党と組んでですね、籠池さんどうなりました？結局全然問題解決されずに籠池さん塀の向こう行っちゃいましたよね。あのそれだけじゃないですよ、あの MeToo の人かな、 MeToo とかなんかやって、伊藤詩織さん、沙織さんかな、もう立憲民主党と組んでですね、変な色がつきましたよね。あの人もそうじゃないのかな、森友学園の財務省のですね、赤木俊夫さんの奥様ですよね。なんかね、ちょっと立憲民主党に最初にヒアリングをして報道に期間出るとね、これ絶対イメージ悪いです。もう今立憲民主党のヒアリングなんかにいて、カウアン岡本さんから話を聞きました、これを問題をなんか立憲民主党やりますってなったら、うわー、もうなんかもうカウアン岡本君も最悪なイメージがつくので、これさすがに立憲民主党それはやめましょうよ、そういうのは。っていうか、もうさすがにカウアン君には、あ、今法務省か子ども家庭庁か検察庁に電話して、こういう立憲民主党だけのヒアリングに出ると色がついた。別にカウアン君は別に NHK 党を支持してるわけでもなければ、支持してくれてるかもしれませんが、少なくとも政治色がない人を立憲民主党が連れていくっていうのはマイナスでしかないでしょう、あなたたち立憲民主党の人たち。多分分からずにね、こう立憲民主党がおそらく法務省とか警察庁にこう話を聞きたいということで、カウアン岡本君がそういう間接的に来たんだと思いますけど、ちょっとやり方がね、せこい、こすい。
ということで、ぜひね、これ科学は断ってほしいと思っております。